敗者復活バトルでございます。前大会ですね、破天 MC バトル 1.0 のベスト4から1人の MC が今から登場します。ベスト8の今の決勝を2人除いて6人でありますね。でくじ引きします。順番に1番の人からバトルしてもらうと、勝てば即出場決定、順番が後ろの MC は戦うことなく敗退。では出てきていただきましょうか。じゃあ皆さんどうぞ出てきてください。楓、溝上田んぼ、アミーゴ、千春、ハイキング高瀬、脱走、どうぞ皆さん出てきてください。じゃあここに6人並びましょうか。ここにね、すいません。はい、1,2,3,4 誰がいないかなと。はい、さあもうそこから上がっちゃっていいですよ、もしあれだったらね。はい、これで 1,2,3,4,5 6名揃いました。ではここでくじ引きの前にご登場いただけますか。はい、いただきましょうか。さあ今回この6人を相手するのはこの人です。どうぞさあ来ました、前回ベストポリー。ナイス。さあということでございます。さあではじゃあポニーさんは投稿ということでこちらでお待ちください。では順番決め、順番に引いていきましょう。これ6番引いちゃうとその前に誰かがポニーさんやっつけたらもうチャレンジもできないので早い順番の方がいいと思います。じゃあ順番にお願いします。みんなで引きましょうか。じゃあみんなでせーので引きましょうか。はい、選んでください。いきますよ。はい、いいですか、いいですか。はい、いいですか。はい、よーせーの、どうぞ。さあどうぞ、1番から並んでください。さあどうぞどうぞ、来ましたアミゴ。そして2番が誰だ。さあ2番いますか。2番、はい、じゃあ打速ここ来ていただいて、はい、3番が、あ、来た、田んぼちゃんで、4番千春で、5番楓、高瀬さん最後ということですね。じゃあ順番このままいきたいと思います。ではじゃあ皆さん札返していただいて、じゃあ2番から6番の方待っててください。 ありがとう、ありがとうね、帰ってくる。さあということでございます。すべてチャレンジャーは先行となります。これでやっつけたら確定です。さあこれはポニーさんが何人全員の前に立ちはだかるのか。さあまずバトルフィールド見ましょう。バトルフィールド、こちらリングフィールドとなっておりますね。リングでございます。さあそれではビートチェックお願いします。さあ参りましょう。先行アミーゴ、後攻ポニー、レディーファイ。悪いが俺は性格が悪いからな、ポニーさんが長く見たいなら勘弁してくれや、一発で終わらせて、長く見たいなら YouTube を見てあげて、長いフリースタイル何十時間もラップ俺にはできないが、8小節4本に死ぬほど行きたい思いはかけれるぜ。ありがとう俺の宣伝、もしかチェックしてくれる人たちの心に落とし込むことは何年やったって変わらねえ、時間が流れ続ける限りフロー、音に乗せ言葉を吐きましょう、俺の紹介で終わってたらばもったいねえだろ、何が言いたいかが分かりません、分かるようになってからの言葉を蹴る。ごめんなさい、しちゃった自己紹介、死の後悔、これは死の後悔、教えてやるから俺なら後輩、鎖すら脱走する状態、オーライウェリーハマハキ、出会す言葉とこう誰のことも、もうかっこいいラッパーのフリすんのやめた、死ぬほど豊洲に行きたいぜ。かっこよくもねえし熱いだけじゃダメだ、もっと音に乗って楽しもう、みんなの首をそう、よろしいってダンシング、音楽の基本は何、楽しむことだろ。あい、さっきのカルさんが言ってた気持ちと同じさ、根っこに真愛があるやつの言葉は深い、どうでかいものを食らってもっと返してほしい、実際あなたは何が言いたい。俺も愛があるから M と C の間に愛で MYC、 俺が攻撃開始、ポニーさんが相手で敵対し、 OK のライミーぶっ飛ぶライミー、最後の一本雲の糸でも一番を引いた、いい気になる前に言い聞かせでライミー、でっかい声出してもなんだか冷めてしまうのはなぜだろう、多分言葉が本気じゃないから、言うものはなんだ、口だけならばペラペラ、誰でもできるが口だけ、ジョブがラッパーだ、口だけで語れるのはまあいいけどさ、見せてほしい背中ガリガリ、その後だな、まあいいけど本当にお前が言いたいこと言わなきゃもったね、今は今しか
ねえぞ。死ぬほど豊洲に行きたいです。それしか言いたいことはありません。見せちまったダセー姿、ジャジャウマポニー乗る武豊。そんな姿すら見せたくなかった。福岡をあげるため、いざ出陣。ルクアトミー、俺レプシュラの国。そりゃ目の前のことをこなすのが大切だが、豊洲に行くのが全ての夢ならば、そこで終わっちまうし、そのためじゃないことを言ってほしい。それじゃない物語の続きが欲しい。本日2011建国記念日、何が大事かもう一度思い出せ日本人。愛国心持ってなんぼだろ。戦争反対ラップナイスパニック終了。さあ判定参りましょう。先攻アミゴ、後攻ポリー、勝者ポリー。アミゴありがとうございました。すいません、チャンスいただいたのに申し訳ない。ありがとうございました。でもない、またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。さあじゃあ続いてのチャレンジャー参りましょう。脱走入場。さあ、よろしくお願いいたします。さあフィールドは変わらずこちら、はい、リングフィールドとなっております。ビートチェック参りましょう。 DJ ユノお願いします。はい、さあ敗者復活戦2人目、先行脱走高校ポニー、レディーファイ。アミーゴにも聞いたな、何がして。俺はあくまで地元の街を挙げて、そのためやってきた2番手。俺が進むぜポニーにバッテン。引いちまうようなバースデー、地元のバースデー。何を待つのかも忘れたやつへ起こす革命ローカル戦。ぶち上げるぜ地元を音楽で。 俺の地元は山梨県、人口は100万人以下。何をしようとも夢が消えちまうような街から俺はここまで来た。できることを探して種を撒いては水やるように愛を、そしてフロー乗せてくうちに人生の壁が開いた。気づいたらばここにいた。そう、いろんなチャンスが目の前にあって、俺もポニーさんの目の前にいるからな。このバトルが俺にとって上昇気流。大丈夫、このバトルに勝って俺もそこに行く。ああ拙い言葉をつなげるよりもその先に走るため、目の前にいるポニーが競走馬。豊洲であげるぜ俺の今日の相場。気持ちはわかるよ、外に出て有名になりたいってその気持ち。だが地元で何をしてるんだろう。俺なら起こしてきたぜナイスパリ。言葉だけじゃなくそれを生み出す言葉が生まれた意味、それは歴史。背中じゃなく生きた証が物語る。リリックこそがナイスパリ。間違いない、そうナイスパニー。俺にとって地元札幌も愛す街。何をしたか教えてやる。小さいクラブから全部まで持ってった大舞台。地元のいろんなやつに夢を見せるために選んできたさ。ベタな言葉は決して選ばない。見せる俺の背中。それはすごい、マジで素晴らしい。ヒップホップとは根底、地元を愛し底上げできるやつらが握る MIC。 そこから見せていく一括地。だがそれだけじゃ無理らしい。勝者とは一人、白と黒はっきり。つけるならばつけに来たって話。マイク持って20年いつも同じ。よう、同じ色ばっかつけられる世界の中、オリジナルは何かをずっと探し続けてきた。だけどな、色なんかつける暇ねえ。その負けた後の文句は地元の店につけてきなよ。北の大地、今に光があるところに帰るために俺も握る MIC。 アミーゴ見たくマイクロフォンで攻撃開始。地元巻き起こすどんでん返し。北の国札幌北海道、イケてる MC。 ヒップホップがたくさん、その先人たちから何を学んだ。学び続けてつなげていくその話。ヒップホップとはルーツを大事にさ、生まれるグルーヴ音に乗りなさい。背中は鎖鎖グループならポニー。今日もまたナイスパリ。終了。さあ判定参りましょう。先行脱走高校ポニー。おお、どうでしょうか。もう一回聞きましょう。どちらが片方に歓声上げてください。先行脱走高校ポニー、勝者脱走。さあ見事僅差でございましたけれども、いやーポニーさん、かなり微妙だったと思うんですけども、はい、素晴らしい、なんつうのかな、まっすぐ自分が言った言葉にも全部なんつうかね、変なディスとかじゃなくて、はい、自分の言った言葉に対してすごい返してくれて気合い入りました。
共にあのヒップホップで自分の生まれた街だったりを上げていきましょう。ありがとうございます。 2.0 はクックロス。なるほど、当たる可能性ありますからね。それでは皆さん、ポニーさんにでっかいでっかい拍手を。ナイスペイ。さあ、ありがとうございました。さあ、見事敗者復活枠ハテ 2.0 出場決めました。よかったっす。よかったっす。頑張りました。はい、ということで一言意気込みとありましたら、いえ、今日はトーナメントでは負けたんですけど、俺は地元に夢見せるためにずっと MC バトル、音源制作やり続けてます。今日は東京っていう街でいろんな地元から来てるやつもいっぱいいるんで、最後までチェックしててください。決勝も楽しんでいきましょう。ありがとうございます。さあ、ダストでした。大きな拍手を。さあ、ということでございました。